ね、ここ作業場うちのベースなんですけど、あのそうブルーベリー結構もう草がすごいですね、まあ、草もボロボロじゃないですか。いや本当改めてこれやっぱ性格出るなとか思って僕のおへそぐらい、ね、あるのはありますね、うん、そうですよね、中にはもう本当それぐらい伸びてるんで、あのブルーベリーの木をちょっと、はい、あの吸収するっていう意味でもちょっと普通にここ草刈りしましょう、はい、で隣のね野菜畑にもちょっと迷惑かかっちゃってるっていうのもあるんで、はいはい、ちょっとチップソーでひとまずガーって刈って、うん、でナイロンカッター使います？いいですよ、うん、木の根元をナイロンカッターの、あとはあのコンテナ荷重とかあるんで、 あ、はいはい、あの周りはじゃあコンテナないのでやってみましょうね、はい、やってみましょうね、はい、お願いします、 します結構あれですね、もう生えてますね、生えてます、うん、座ったら分かんないですね、かくれんぼですよ子供たちのですよね、これぐらいのサイズだと生地が卵産んでてもおかしくないなって、うん、分かんないですね、たまにありますよね、こう畑の中でこう走ってたら、うん、バタ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 ってこうびっくりするやつですねどっちで行きます、こっちで行きます、あ、そっちで行きます、せっかくさっき撮ったですね、楽なんですもんね、そっちの、うん、と思いますけどね、振動はすごいけど、あ、もう体全体にこう何だろう、くくりつけてるからそうあれです、ちったら楽です、あ、違う、そうこれあるあるですよねなんというかやられた感じの、そう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 、カリバラやるあるです、よいしょ、じゃあこっちから、あ、はい、はい、いいですね、はい、いや綺麗になりましたね、これね、綺麗になりました、とりあえず
さてあれですよね、あの斜面のところがあってこう、うんうん、奥の方からこう買ってって、はい、でまた同じ方戻ったのはあれですね、野菜畑の方に腐らないようにってことですよね。そうです。せっかく育ったお野菜にかかっちゃう申し訳ないので。ねでね、これなおさら新品だから切れますね。あサクサクいくと思うんだけどね、ストレスなくできるっていうか、ね、やっぱ長くなるとでもきついですね。じゃこれ株元ナイロンでいきます、それともナイロンでいきます、で一回さっぱりしちゃった方が、あ、まあ、僕も手でガサガサ取りながら、じゃあちょっと株元のところまでやっていきましょうかね、はい、じゃあね、はい、着いた、よかったよかった、これがすごいスコーの木があれです、ブルーベリーに蜂がいました、いました、うん、うわ、すげえ絡まってる、いや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 、本当一回上までこうやっちゃうと、そうですね、なかなか本当ブルーベリーをね、覆い尽くしちゃうぐらいの感じになるから、困った人たちです、うん、まあ僕がちゃんと管理すればいい話なんですけどダメなんですよ、朝顔なんですかね、あですかね、ここに花が咲いてるんですよ、はい、ご苦労さまでした終わりました、すんごい綺麗に、やっぱいいですね、草刈りするとこう、うん、そうですね、なんか掃除してすっきりしたって感じがね、うん、あって、じゃあひとまず、はい、終わりにしましょうね、そしたらね、はい、菊島さん、いくら請求すればいいですか、請求するんですかこれはい、これで、はい、これでなんとか、なんとか